アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席による初の対面の首脳会談が14日、インドネシアのバリ島で行われ、両首脳は冒頭、米中関係の改善に意欲を示しました。会談の冒頭、バイデン大統領と習主席は歩み寄って握手を交わし、双方に笑顔も見られました。バイデン大統領、我々は、米中両国の違いを乗り越え、 競争が衝突に発展するるることをを避ける責任を共有しているバイデン大統領は「両国の意思疎通の手段を維持すると述べ今後も米中両国の対話を続けていく考えを示しました」その上で気候変動や食料安全保障などの問題で中国に協力を呼びかけました。 これに対し習主席も米中関係の改善に取り組む考えを示しました。習近平国家主席、我々は中米関係の正しい発展の方向を見つけ、中米関係の向上を推進すべきだ。習主席は、現在の中米関係の状況は、両国と国民の利益に合致しておらず、国際社会の期待にもいられていないと指摘し、 我々は2つの大国のリーダーとして、舵取りの役割を果たすべきだと応じました。会談では台湾情勢をめぐり、台湾統一に意欲を見せる習主席にバイデン大統領がどのように緊張緩和を求めるかが焦点です。バイデン米大統領は14日夜、日本時間同、中国の習近平国家主席とインドネシアバリ島で会談し、米中は意見の違いを管理し、 競争ががが衝突になるるるのを防ぐことととできると示す責任があると訴えた台湾情勢をめぐる対立激化を避けるため意思疎通を続けると表明した。バイデン氏の大統領就任後、対面での会談は初めて。習氏は米中関係の悪化を念頭に、両国と両国民の根本的利益に合致していないと懸念を示した。 二大大国の指導者として、両国関係の正しい方向性を見いださなければならないと述べた。今年8月のペロシ米会院議長の台湾訪問で高まった緊張の緩和につながるかが焦点。